カール・インマーマン、カール・インマーマンはドイツの文学者、劇作家。1796年、マクデブルクでプロイセン交換の子息として生まれた。ナポレオン戦争の最中である1813年より、晴れで学び、ドイツナショナリズムに目覚めていった。1815年のワーテルローの戦いなどに従軍し、パリ占領にも加わっている。ウィーンでは、ミュンスター、 マクデブルクで官職に就いた後、1827年より、デュッセルドルフで司法官を務め、その傍らで作家活動を続けていた。1836年の作品、エピゴーネンでは、富裕市民であるヘルマンの生涯を扱いながら、当時のドイツにおける知識人、学生、特権階級などの姿を描き出している。 1838年から1839年にかけて執筆したミュンヒハウゼンでもやはり当時の社会における各集団を辛辣なユーモアを通じて描写している。この頃、詩人のフェルディナント・フライリ・ヒラートと知り合っている。1840年、デュッセルドルフで描写、ゴルツハイム墓地に埋葬された。デュッセルドルフ氏では彼の名にちなんだ。 インマーマン文学賞を設けている。ありがとうございます。